なんと1日に3回もプレイするとは思わなかった。実はですね、先ほどクルミを2回分撮ったんですよ。つまり6日間ぐらいかな。Day 11交わりの計量、さあこれが出たんですけども、ここまでね、なんか6ぐらいからかな、チャーリー捕まえるとこからプレイしてて、なんかやりたくなっちゃったのよ今日。いや、このやまあ、ちょっと時間置いたんですけど、はい、ご飯食べてから、ハリーポッターを見ながら編集して、まあ、仕事しながらね編集して、で、一段落終えたのでやりました。でこの後お風呂入って夜ご飯も食べなきゃいけないという、なかなかハードスケジュールなんですけど、ピクミンを優先的にやっていきたいと思います。そうで、交わりの渓流が出たのよ。新しいステージだね。どうしたの？猫ちゃんもずっと寝てたから起き始めたよ。どうしようかな。まださ、アイテム結構集めたんだけど、あと水のステージだけだったんだよね。水のステージってか、水辺に果物置いてたから集められなくて。で、最初チャーリーいたところ、もう一回行ったんだよね、多分。行って結局何もなく帰ってきたから、ここ一番最初のステージだと思うんですけど、まだあんまりアイテム集められてないので、先にここから行こうかな。はい。新しいステージよりも先に行きたい場所がある。再会の花園。最初ブリちゃんがなんか行くとこだね。ピクミン失いすぎたから、河原事件とロード事件でいろいろ失いすぎたので、増やしながら行こうかな。で、この時確かキーピクミンいなかったからさ、今はキーピクミンいるのよ。キーピクミンがいる状態で行こうか。なんか岩ピクミンのが少なくなってる。はい。はい、オッケー。各自運んでもらいますか、岩ピクミンの。はい。まあまあまあ、一匹ずつ運んでいこうか。敵がどんどん来てるな。増えてるな。どんどん投げていきましょう。ガチャガチャやって、キーピクミン吸うか、吸っとくか。でも大変だ、突撃しなきゃいけないか。オッケーオッケー。でこっち水辺だからあんまり行かないでおきますか。こっち無理だ。はい、橋渡る。あー、なんかいっぱいね行きたい場所ある。これなんだっけ、ここ行ったことあるのか。でも黄色のほら。ほら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 。あ。いるな。厄介なのがいますよ。あいつも倒しよう。数で来られるから嫌なんだな。目に当たれば、ぐらぐらするっぽいんだ。ほら、オッケー、オッケー、オッケー。はい、倒した？もう岩ピクミンで運ぶか。岩ピクミンで運ぼう。あまりは？あまりこっちだね。危ない。どうしよう。キーピクミンを電気のとこ壊してる間に、これだな。色変わったの。はい。はい。見た見た。よし、ナイス。よし、ナイス。あー、キャプテン、サボるな。戻っておいで。強いな、岩ピクミン。岩ピクミン強いな。あと、掘れると思うから、掘ろうか。取ろうか、これ。頑張れ。突撃運んでもらって、オッケーオッケー、こっちも運べる。
果実をちょこちょこ集めていきましょう。青ピクミンってどこにいるんだろうね。頑張れ。わ、すごい、あんなとこまで突撃で、これ上登れるんだ、突撃したら。うわみんなで人数かけてやりたいけど無理なのか、幅が狭くて無理なのか。ポンカンみたいなのも運んでほしいな。ちょっと頑張って置いとくね。時間もったいないし、違うとこ行こう。戻ろっか一回。あのビグミンたちは多分持ってきてもらえるから大丈夫で。あ、大丈夫？ここさっき行ったとこだね。こちらも何もなしで。こっちは。敵がおるで。敵がおる。危ない。あ、一匹死ぬ。あ、違う、自分で投げて倒しちゃった。いや、生きてる生きてる、埋まっただけだ。岩ビグミンだからか。待って、岩もしかして衝撃に強いかもしれない。今気づいたぞ。岩は衝撃に強いぞ。地面に潜らない。え、強い。待って、岩強い。岩が好きになった。これ岩が好きになったよ。ね、埋まるだけだよね。死なないよね、ビグ潰れて。硬いからな。硬いからよ。よしよし、このまま運ぼう。で、キーピクミンは、右からの元を運んでもらって、オッケー。完璧だ。完璧だ、これ。完璧や。懐かしいな、これ。ピクミン2だ、2でやったな。でも変な芋虫出てくるんだよな。今回出てこない。この先は、一応電気があるんだ。じゃ、行こっか。この先も行こう。まだ集められてないのをね、手に入れられるといいですね。お、ここかな、ここにキーピグミンを、突撃しとこうか。ちょっと、何すか置いとくればよかった。チャーリーとかを、向こうに置いといてもらって、同時に攻略できればよかった。3人で来ちゃったから、人間。人間3人で来ちゃったからさ。なんだこれ。ついに私は発見してしまった。この仕掛けを完全に解くには、ルーイ君と私の2人だけでは不可能だということ。我々の宿主で、ホコタテ運送の社長はバカンスに出かけて、もしん普通だ。やっぱ、いないんじゃない？社長なんか帰ってきてない的なこと言ってなかったっけ？え？これでどうする？あ、上の取りたいのか。ピーピクミン届かないから、こっち投げんのかな？黄色投げて、ってことは3人連れてきて正解だ。え？乗せられるか？ちょ、社長どこだ？社長そこか。したらブリちゃんを投げとけばいいんじゃない？あそこに社長待機させて、もうこっち使わないじゃん。そうそうそう、そうだ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 。わかったわかったわかった。わかった。ここにブリちゃんだ。で、あ、いた。ここを重たくさせれば、ブリちゃんは、あれ、少なくしないと。アルフ君、アルフ君、ブリちゃんそこ乗っけたままで社長に渡せるかな。動かないかな。やばい、時間だけが刻々と過ぎていく。社長に渡した。で、ブリちゃんに
少し上げよう。OK 。で、社長は、あっちに投げる。OK、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 OK。で、ブリちゃーん、いけーよし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 。やったーやったーやった、社長ありがとう。足りない頭使いました、頑張りました。なんかせっかくだから一応重くして上登りたい。これ取りたかったな。前回この惑星を訪れたのは石だったが、あの時に大量の宝を持ち帰り会社の経営も立て直されたはずなのに、どうしてまたこんなことしてるだろう。なんか何やねん。上にいる。ピクミンたちが反応してくれない。どうしよう。とりあえず、アルフたちを呼び寄せて。あ、降りてきてくれた。よし。ぐるんぐるんして帰ろう。よし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 。あれ、なんかピクミンがまだ運んでる。ひなこ投げて。すごい、出たら出たで、もうずっとやってる。だから激辛スプレー11個溜まってんだけど。そんなことしてないから。11個溜まってんだけど。すごない。ずっと言ってたんか、あんたたち。ラッキー。果実回収しまくって、めっちゃ増えてるわ。この時間多分ずっと言ってたんだろう。ハリー。ハリー、ちょうど俺ハリーポッター見てたんだよ。ハリー、今ピクミン投げてたら倒せるな。ブル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 。よし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 。で、運んでもらおう。壊せ。で、こちらをナイス。ちょっと待ってな。ここのピクミンたちはもうお家帰ってた？オッケー、なんか一匹死んだぞ、なんか。多分。ピクミン一匹死んだぞ。食われた。なんか目になってた。よし。よし。あ、ナイス集合。待ってな、あと5匹どっかいる。1匹2匹帰ってきたけど、待って、おい、行くだ。ちょっと待って、何人かいないぞ。ちょっと待ってよ、3匹いないぞ。呼び戻そう。これ呼び戻そう一回。あと2匹。あと1匹。来たか？あ、来た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 。よかったよかった。君たちはなんか働き番だね。ずっと運んでたんだね。そしたらもう全部終わったので、今日の探索を終えましょう。まだ行けそうなとこあるね、ここ。ステージ。まだ行けるけど、どうしよう。あの、頭使うとこですごい時間かけちゃったな。まだいけるな。お水飲みながらやります。めちゃくちゃあるよ。お、20種類いった。結構集めてるんだな、思ってるよりも。よし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 。青ピクミン、どこで手に入るんだろう。あと、今回、ホラー穴がないね。全部地上だね、今のところね。全然苦戦もしてないし、順調なんだよ。2回だけちょっとやらかしたんだけど。順調なんだよ。探索12日目。
どうしようか。やっぱ渓流やれって言われてるわ。なんか逆らっていい？まだここやりたい。なんかでも未探索エリアって気持ち悪いんだよ、残しとくと。気になっちゃうね。朝は作戦タイムらしい。そしたら一回作戦立てるか。本日は、まあ、ここ海辺なので取れないよ、ここの荷物は。で、さっき電気あげたとこが、こっちかな？あ、こっち違うな。ここだな。ここ。ここね。ここも電気だ。この2箇所。行こうかなと思ってます。ここですね。水辺は無理なので、この2箇所。なので、50匹と、30匹と、20匹。ちょっと極端かな。極端かもなのですが。はい、増やしていきましょう。お！待って。届かない。ナイスナイス。岩ピクミンは頼むよ。赤ピクミン、赤ピクミン5匹なくなるのちょっと悲しいな。こうだな。オッケー。いらっしゃい。さっき開けた場所がここなので、ここから。なんか敵いるよこれ。なにこれ。え、なにこれ。え、え、なにこれ。ちょっと待って。は、は、なんかね、ロックオンできるけど引き抜けない。なんだろう、足りないのかな。なんかピクミンが、必要なピクミンがいないのかな。なんだここ。ちょっと待って、なんだここは。怖いな、怖いな。とりあえずキノコを壊させていただいて、特に何かあるわけでもない。これは押せばいいのかな。OK、道作ったよ。 OK、押させてもらった。したら、あ、ブドウがあるね。ブドウがある。あ、ちょっと乗せればいいんじゃね。で、あー潰れてる、もしかして。大丈夫大丈夫。まずいな。このブドウを運ぶにはある程度の力がないと。ちょっとここに乗せたいですね、ピクミン全員。はい。で、このピクミン一回上持ってこっか。そっか、ここにたくさん乗せてないと運べないか。今60匹持ってるから、隊列より多くしないと。これでいけるな。これでね、運べる。このブドウ、これでこのブドウ運べる。頼むー、みんな頼むー、頼むー。足りないな。持ってきてください、ありがとう。オッケーオッケーオッケー。で、ここにいる子たちも集合しようか。はい、集合で、早いね、果実回収するの。戻ってくるのも早いかも。ちょっと待ってこうか。戻ってくる、キーピクミンが必要だ。キーピクミン増えていって、
あ、来た来た来た、かわいい。帰ってきた。ん？みんな帰ってきた？あ、来た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 。あ、そっか。お花のピクミンじゃないと遅いのか。歩くのが。これ全部かな？うわ、なんかいそうな。うわぁ！あれだ、エビちゃんのなんか、ボスみたいなやつ出てきた。エビちゃんの。エビちゃんのボスみたいなやつ出てきたよ。ちょっとこれ激辛使っとくか。いや、気持ち悪い。デメジャコ、お腹が弱点、目玉を攻撃してひっくり返せ。デメジャコだって、デメジャコちっちゃいのもいるぞ。ひっくり返せ、ひっくり返せ、いけいけいけ、よし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 、いけ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 、え、水で溺れてる、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。ウリジャコさん、水の中にいるから。大変だ。とりあえず運ばせるか。激辛スプレーいい感じだね。とりあえず、倒せたけど。ウリジャコたちが。出てこい。戻れ戻れ戻れ、水だ、ちょっと水だ、戻れ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 、ミジコ出すか、来た来た来た、おお、オッケー、倒した。運べはしないんじゃないか、水だぞそこ。あ、無理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 、戻ってきて、ごめんね、倒す場所が悪かったね今ね。よし、でも、いい感じ。超いい感じじゃない？激辛スプレーもね、使えたからね。君たちも中入っとこう。行ってこい。行ってこい、穴掘れ。みんなで。行ってこい。もう、ブリちゃんも、君も、みんなで行け。すごい、いっぱい出てきた。もう終わり？もう終わりだ。終わりだ。終わりだ。特に、特に何かがあったわけでもなかった。さあ、出口へ行こう。あ！なるほど。お願いしまーす。水晶くんは、この子で倒すか。ちょっと待ちましょう。あのエビちゃんびっくりしたね。あんなでっかいエビちゃんいたんだね。頑張れ頑張れ、あと一個、ナイス。で、水晶くんを倒して、あー余裕だ、強いね、強いよ。あ、もう運んでるもんだって、めっちゃ。あれ、この水晶壊せるの、ナイスナイス。なんかある、テレットとナジロのビッグミンで運ぶ道にはたくさん、そうだね、そうだね。お、ここはやったのかな？もう他やったとこだね。あ、なんか埋まってる。埋まってるぞ。テレットかな？こっちでも敵いるのか？ペレットだ。ペット運ぼう。頑張れ。おー、いろんなとこに繋がってる。ただいまだね。もう帰ってきた。これで、一応やれること今日やったんじゃないかな。
もう今日一日終わってもいいぐらいの速さじゃね、おそらく。違う？頑張れ頑張れ。あとそれを運べばいけるんだ。これで今日は終わりか。8人で運んでる。よし、もう必要ないかな。ピクミンも増やしたし、次行くか。時間短縮だね。あ、違った。よし、でも、これで、探索終えます。じゃあ、新ステージ行こっか。交わりの渓流。すごいここに行けって言われてる気がしてるので、行きましょうか。みんなにも言われてるし、なんかシステムにも言われてるよ。怖いんだ、新しいとこ。今度は何？キャプテン。キャプテン、ここが北立星人ものらしき電波キャッチしたエリアです。そうだ、オリマーがいる可能性がある。ここに。電波の発信源向かいましょう、だって。まあ、33ずつ。33ずつ行こう。はい。うわ、爆弾が必要だ。何この音。あ、コガネムシだ。これね、攻撃すればね、これ蜜が落ちてくるよ。はい、潜ったか。ラッキー、これラッキーだね。で、吸って蜜吸えばいい感じ。オッケーオッケー。あのゼンマイは結局何なんだろうね、これ。抜けないんだよな、このゼンマイ。なんか、ピクミンが違うのかな？別のピクミンが必要なのかな？羽ピクミンみたいな。一旦無視しよっか。何？あ、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 これだ！あのゼンマイもしかしてそうじゃない？やっぱり。いた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 。なんか引っかかってる。なんか引っかかってる。助けに行きたい。倒せ倒せ。運べ運べ。お、このハスに乗らなきゃいけないのか。うわー、乗れそうだけどピクミンの量が多すぎてちょっと怖いな。ちょっと分けよっか。紫だけでいこっか。え、これ乗れる？乗れた！ごめん、チャーリーあと頼んだ、こっち。いや、二手に分かれていこう。降りよう。チャーリー乗ろう。チャーリー、オッケー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 。オーケー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 。これさ、逃すとあっちまで行っちゃうか。はいはいはい、オッケー。したら全部当たって砕けるです。え、ハス、え、そんな感じで自分から行くの？大丈夫？あっち、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、それちょっと怖いよ。大丈夫？大丈夫そうだ。よし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 。大丈夫そう。よし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 。爆弾がこっちにあって、ホラー穴もありますね。あれ、黄色ピクミン少なくね？いってらっしゃい。はい。この爆、取れないか、多分。やべ、やべ、風くんがいる。風くんが、風くん倒そう。
あ、そう。みんなで乗れ。風くん倒そう。張り付いて。君たちならいける。いけ。風くんいけ。いけ。攻撃をやめない。よし。落ちてくるか？飛びなさい。届くかな？無理かな？無理だな。じゃあいいや。お！ナイスー。一応壊しといてくれた。いけ。はい、ナイスー。これいいな。これ運んどいてもらおう。これ運んどいて。よろしく。カエルちゃん。カエルちゃん倒したい。はい。カエルちゃんに攻撃しましょう。はい、オッケー。カエルちゃん攻撃したら、これ全員運ぼっか。黄色と紫で。オッケー。で、おこべそうだな。あれ？おいか？あ、戦ってる。一人で戦ってる。あれ、登れない？これ。アルフ。オッケー。これは、壊せそうだ。よし。運んでください。アルフ。三人で運べるって。これ水辺じゃないよ。オッケー、上からだ。よし。あ、でもこれあれか。人間下から来れたか。別にわざわざ上から行かなくても。やったー。あれ、帰ってきた。ハス乗って帰ってきた。かわいい。ねえ、みんな帰ってきたよ。かわいい。嬉しすぎる。あ、一匹取り残されてる。かわいい。2匹だ。忠実な忍ぼしもべ。なんでかわいいの、こんなに。かわいすぎるだろ、ピクミン。もういないか？さすがにもういないか？チャーリーとかも全部いる。あいつ倒すか。お尻にね、攻撃してね。うわ、潰してる。なんだそれ、なんだその技。なんだその技。危な。怖。運んどいてください。いい感じだな。あと爆弾があそこにあったな。やべえ、爆弾取ってくるの忘れちゃった。爆弾あったらここ繋げられたんだけどな。くそ、やらかしたな。戻り方がわからない。この先またハス乗っていけるのか。ちょっと一旦戻っちゃう。東京96このまま連れて。橋はまだできてないのか。もうちょいだな。ちょっと白ピクミンのために橋を作ってあげたいんだけど。お、これ爆弾ですかね。ちょっとチャーリー置いとくね。乗ろっか。よし。ああ、なるほど。降りまーす。
各駅停車降ります。この先なんだ、この先もある、大丈夫そうだ。したら、あ、何やってんの何やってんの、ピピクミンが上におるので拾ってもらって、あれ、この先なんかあるよ、この先怖いな、ハス。ずっと乗ってたらどうなんだろう。ちょっとチャーリー、え、一回チャーリーにさ、一回チャーリーで実験しよっか、どこまで行けるのか。うん、そうしよう、チャーリーでどこまで行くか実験してみよう。はい、よろしく。やべ、ういー、ナイスー、繋がった。チャーリーさ、そのままどこまで行くか、降りなければどうなるか、ちょっと見たいな。チャーリー実験台、ピグミーは死んじゃうからさ。あ、絶対降りなきゃいけないんだここで、なるほどね。でもいいや、いいや、これで仕組みが分かったということで、今度逆側にもね行けると思うので行ってみようか。集合、8匹いないな。え、ピクミンずっと運んでる、え、ずっと運んでる、えらっ、えらっ、運んでた。あー、どうしようかな、届かないの、いや、届かないの。あと、ここにハスが来ないね。うん、上に乗っけられないし、あれ、どうしよっか、もしかしたら違うぞ、橋がないぞ、この先。この先行けない。どうしよう。あれ？ってことは、あそこかな？あの、ホラー穴かな？まだ行ってないホラー穴があるんだよ。行ってみようか、ホラー穴。あの子、非常にすごい一人で頑張ってる。ちょっと置いとこうか、数匹。もう怖いけどね、これ3匹置いて、あともう任したよ。じゃあ任したよ。ここここここ、このホラー穴まだね行けなかったからね、行きた、視界が悪いって。急になんか来そうで、これ水もあるしな。電気。うわ、めっちゃ光ってると思ったら出口だ。うわ、水辺が嫌でさ。あ、電気のとこが。みんな頼む。電気つけて。ありがとう。ダーン。お、あった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 。あったぞ。あれだ。素晴らしい。来てよかった。なんか変な生物いるから、これ無視して。これ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 。10個もあるわ。これ全部ある。オッケー。これで橋できるんじゃないか？白ピクミンのとこ、あ、よく白ピクミンじゃないか。何ピクミンだろう。わかんないけど、あ、もうそのまま飛んじゃってください。その色の、各自みんな違うけど、色違うけど行ってください。そうすると、待って、順番待ちしてる、かわいい。
もういっか、一旦回収しよっか。いいよもう、いやもういいよ、もうおいで、いやもうおいで、ああー入れ違いになってる、入れ違いになっとる、あっち入れ違いになっとる、ああ入れ違いになっとる。いい、じゃあ一回回収しよっか。こういう時に指戻す。帰ってきなさい。今67匹いるので。やばい、あと3刻しかない。3時間しかないぞ。で、ここ多分ね、つっついたから。オッケーオッケーオッケー。橋ができたぜ。なんですかこれ。敵だな、敵だな、あの雲の巣なんだ、敵だ、あの雲、あの雲敵だぞ、はめられちゃう、倒さなきゃ、え、強い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 、あ、岩当てたら倒した、いやめっちゃ食われたな、あの雲やるな、なんだ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 、なんか生まれたぞ。マリグモ、巣に引っかかったピクミンは笛で呼んで救出ができる、はい、あ、待って、はい、あはははは、来た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 、羽ピクミン、ハエだよもう、ハエ、原生生物の巣から逃れたオニオンから見たことないピクミンが生まれた、増やしたいけど、ちょっと一匹しか今入れられない。繰り返せ。あはすごい運んでる。ちょっと何匹か。何匹かさ、どうすか。大丈夫大丈夫、溺れちゃう溺れちゃう。危ない危ない。え、これ羽ピクミンさ、空飛んでるからさ、あれだね、空飛んでるからさ、通れるんじゃない、水の上、すごくない、空飛ぶピクミンってあんま聞いたことない、ちょっと増やしたいから中入れようか、地上に増やしたい、よし、これでピクミンを増やしていこう。オッケーオッケー。何なんだろう。なんかダメージを与えてるけど。あ、生まれた。あ、すごいすごい。なんで引き上げるだって、羽ピクミン。いいね羽。羽いいね。羽いいね。羽めっちゃいいやん。なんか虫出てきたよ。虫が出てきた、虫が。あ、ハリアップってなってる。でもね、29匹がいない。29匹もないの。ちょっと待てよ。ちょっと待って、どこにいる？一回全員に処分しよう。ちょっとなんか、また事件が起きそうだ。羽ピクミンやってる場合じゃないかもしれない、どこにいるかちょっと見てこよう、様子見よう、どこいる、羽の方はいない、これか、これ違うよな、忘れてないよな、岩ピクミンが28匹どっかにいるらしい、どこだろう、え、どこだろう、あ、でもお家に自ら帰ってね、大丈夫か、大丈夫そうだな、よいよい、これちょこちょこ増やして、あ、大丈夫だ、みんな帰ってきた、自分自力で、水だから大丈夫、何びっくりした、
飛べるって書いてる、飛べるって。めっちゃいいじゃん、飛べるって。よし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 。え、飛べるってめっちゃいいね。やったー、やったー、これめっちゃ増えてる。やったー、増やそう。やったー。え、かわいい。ハエとか言ってごめんね。なんかピクミンブルームだっけ、なんかピクミンさ、ピクミン育てるやつあったじゃん。え、これ戻ってきて、戻ってきて、戻ってきて、あれどこ戻ってきて、危ない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 。今のうちこれ抜いとこう。 OK、 これでこれ最高の最高だね。ここに一応物があるの覚えておこう。やったー、ハネピクミンゲット、やったー。みんなお帰り、帰るのだ、しっかり。よし、いい感じだね。あー、もう1時間経ったのか、早いな。これで行動範囲が増えたね。増えたね。うん。増えたね。増えたね。よし。川に橋を架け、瀕死のオニオンを原生生物から救出したところ。それは新種のピグミンを生み出した。羽が生えているので、どうやら水の上でも移動できるらしい。他にどんな特徴があるか注意深く観察してみるようにしよう。飛べるって結構画期的だぞ。新しいぞ。紫と白は出てこないのか、今回。代わりにね、最初の三原色のピクミンは、まあ、確定でいるんだ、赤、黄色、青は。この三原色はね。まだまだ続きやっていきましょう。まだいけます。オリマーからの SOS。普通に気になるな、オリマー。うわ、オリオンがすごい綺麗な色してる。27匹全部。こんな感じかな？均等に。こんな感じだね。こんな感じで。増やしていこう。これ飛んでるのはさ、さすがに届かないか。高いとこはキーピグミンでも、この、羽ピグミンでも届かないか。なるほどね。OK、頑張ろう。まあ、増やしていきましょう。あ、赤いんだ。奥に行く必要ないね。おお、すごい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 。いいじゃないですか。20匹だけど連れてこう。この調子で増やしていきの。ここにね、ありました。あ、激辛スプレーじゃん。ありがとう。で、ゼンマイを、ゼンマイ抜くよー。こっちのゼンマイも10人っすよ。だね、ゼンマイを引っ張ってくれるか。あ、ナイス、ハスが、ハスが出た、ハスが出た。ちょっと右にハスが出ました。なんだ、着信？誰？え、ルイ、ルイだ、ルイだ。ドルフィンゴ、自分はルイ、キャプテンオリ。
大きな木の上で厳選生物に救援を。やばそう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 、ルイがやばそう。キャプテンオリ、キャプテンオリマン、そうか、あの日誌の作者キャプテンオリマーさんに違いない、あれはルイだよ。待って、ルイじゃん、いたの今じゃないけど、川の下流から音がしたらしい。でも残念、あいつはルイだ。俺にはわかる、なぜなら1と2をやったからな。みんなにもわかる、なぜなら1と2を見たからだ。とりあえずハス乗っていくしかないよな。ここに新しいハスがほら生まれているので、これ乗りたいですね。はい、よし、下の方に行こう。ピクミンの数は、まあ、若干減っちゃったんだけど大丈夫でしょう、きっと。宇宙下車ができるとか、ここだね。下流の方だからまだ乗っていられる。こっちにブドウがあります。これまだ乗ったらいけるんじゃないか。行った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 。さあ何があるかだ。気になるぞ。うわ、蜘蛛の巣があったな。蜘蛛は石、岩のピクミン当てたら一応倒せたけど。あの上に行くのか？蜘蛛いるわ。待って、当たんない。え、壊れる。岩を当てれば大丈夫、 OK。 あ、下の方にピクミンやって呼び寄せたらみたいな感じで3匹運ぶんだ。あー、これは僕はしたい。運ぶか。え、ちょっと待って、おい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 、どういうことやそれ、ねえ、どういうこと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 よ。え、食べられちゃった、ねえ、食べられちゃった。ねえ、どういうことよ、マジかよ、もう知らない間に食われた5匹も。そう、あれ放置ダメだな。放置良くないな。この先何がいる？この先何がある？あ、繋がっとる。繋がっとる、これ下ろせる。チキショウ、虫に食われたな、ちっこい虫に。したら今連れてこようか。まやかしたー。やらかしたよー、やらかしたよー。ここ連れてこう。ウィンウィンウィンって言ってる。羽ピクミンは蜜吸えるのか、これは蜜、卵の蜜吸えるのか。あ、頑張ってね。あの子たちは一回置いといて。走ってたぞ。あの子は羽があるのに走ってた。しかも空中戦が得意って。あと一応この下いけるな、気づいてるな。この下気づいてるな。ハスも先に行けるの、空中で攻撃するんだ。行ってこい、みんなで壊せ、頼む。これ何もできない、頑張って、ありがとう。あ、うわ、なんかドラゴンみたいなやつ出てきた。え、蜜が落ちてきた。え、え、蜜吸える？あれ、飛んでるの吸えないじゃん。あ、これで吸えるな。ポールだけじゃ吸えない。なるほど、これで吸えるでも。
人が運ぶ運ぶだ。この先はなんかいるね。あ、この柵上からなんだ。だからさっきの無理だもん。めちゃくちゃチャッピーいるけど。うわうわ、こういうことか。え、あのチャッピー倒さなきゃいかん。めちゃくちゃチャッピーおるけど、やるか。いけ。やばいやばい、3匹もいる。やばい。いや、行くしかないよね。いて、食われた。俺食われた。いて。あ、でも倒した。倒したけど、そっち行ったら危ないんだ。大丈夫？あ、こっちから繋がってたし、なんかしかも。最悪だ。9匹食われた。おいで。ありがとうね、サク。運ぼうか。え？なになに、なんかこれカマキリムシみたいなやつ食われてる。ちょっと待って、なんかカミキリムシみたいなやつ食われてる。なんでこんなとこにできんの？なんなんこいつら。なんなん、マジでなんなん。マジでなんなんだ、ほんとに。こいつら。入るな。うわぁ。進行方向の出来をね、残しちゃダメだよね。よし、みんな運んでもらおう。OK、こっちは無事になんとかいけたかな。叩く力は弱い。なるほど、戦闘には向いていないのか。なるほどな、まあ、そうなるよな。でちょっと運んでもらってるの悪いけど、ついていくか。運ぶのも大変そうだな。で一応浮いてるからやられはしない。果実ありがとう。果実もう15個あるよ、彼らのおかげで。ちょっと一旦戻ってきたよ。ありがとう、ありがとう。ちょっと引き抜こうか。よく。いやー、しかし。やられたな。やられたな、これ。黄色ピグミほぼいないよ。やられたな。黄色いないわ。ほとんど。食われた。もうやられたな。こういうことだな。え、マジで食われたね、黄色。はい、出てきた。おし、続き行くぞ、続き。来た。この子たち置いていくか。10匹ぐらい置いといていいやん。配列今65匹。あ、キービグミ食われてないわ。思い出した。使ったんだよ。あの電気のとこ、道作ってもらったんだ。左の。そうそう、こっちこっち。ほら、いた、忘れてた。全部食われたと思った。マジで敵出てくる可能性あるから気をつけよう。頼むわ。なんか敵いそうだな。いや、やっぱ叩く力弱いね。この道から行こうか。
この惑星も随分探索を進めた。歴戦の戦いをくぐり抜けた私にとってこれはもはや不要なものだ。このエリアでは使えないかもしれないが、未来の来訪者のために残しておこう。どういうこと？どういうこと？ナイス。一匹足りない。おそらく二人いればあのキノコを利用して向こう岸に行ってみるか。黄色と紫、岩ピクミンを向こうへ。オッケー、出た。よし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 、キウイ、キウイいけたぜ。とこっちに何かあるのか。あ、いるな。怒らした怒らした。あいつはあかんの、これ攻撃やばい、やばい、捕まった。待って、やばい。オッケーオッケー、危ね、全員捕まった。危なかった今。危ねえ、溺れちゃうよ。いや溺れちゃってる。しかも食われたし、数匹食われたし。ちょっとー、そっちに全部行かないで、こっちに行って。うわー、しくったー、しくったー。降りまー、水に落ちちゃった。とりあえず渡るか、渡ってあれを運ぶか。雲も雨綿棒もいるし、遅れ。 OK、 羽さえいれば。なんだ、はい、羽さえいればなんとかで。ここに社長置いとこっか。社長置いて戻ろう。羽は社長に回収してもらおう。ごめん、社長じゃない、キャプテンチャーリーだね。失礼いたしました。失礼いたしました。なんだろうこれ、ロットンできるぞ。取れるぞ、取ってみる。取るのが得意な。キーピクミン。なんか出てきた。お願いします。でもこっちなんか繋がってるわけでもないか。OK、じゃあ、あとはアルフに任せよう。あ！炎効かなくなるんじゃないか、これ、もしかしたら。いいね。あー、カモン、カモの橋出たー、やつが出たー、やつが出てきたか。いった、カモの橋出てきたな、やつが。まあ、この激辛を使って、これ、オッケーオッケー、倒した倒した倒した。見る前に倒した。いい、頑張った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 。続きもあるぞ。お、あ、押すやつか。ナイス、これは繋がってるね。あ、もしかしてあれじゃない、羽のピクミンを最初に手に入れたところに繋がってたよ。近道だ。ほら、ま、帰ってくるの待っておくか。わ、頑張ったね、みんな。あ、そうだ。チャーリー。チャ
チャーリー戻ってきて。この運んどったついでに。よし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 。チャーリーをお家に返そう。そしてついてきてください。で、水辺歩けるのいいな。水の中は入れないけど、水の上ならこの子で行けるし、十分だろう。みんなで運べ。 OK、 6匹だ、ここ。よいしょよいしょよいしょ。いいよ。ふもは任せよ。よしよし、帰ってきた帰ってきた。お、回収中。あ、飛ばしちゃった。飛ばしちゃ、ちょっと待ってね。飛ばしちゃった、ごめん。もしかしたら、書いてあるかもしれない。どれだろう。ないな。でも多分ね、炎をね、食らわなくなるやつ。多分。おそらくね。なんか、ピクミン2にもああいうのがあったんですよ。間違えてた、ごめん。よし。ん？ピクミン乗ってね。あ、気のせいか。よかった。あ、ペリー、カモノハシペリー持ってきた。いいぞ。いいぞ、いいぞ。いいぞ、いいぞ。ジュースにしちゃって、いいぞ、いいぞ。で、この子たちで全部かな。行くね、行くね、行くね。一人で行こうとするな。オッケー。これで全部だ。お家に返して。お家に。お家に。お家に帰りなさい。お、すごい、増えたよ、めちゃくちゃ。ピクミンの数。ピクミンの数増えたぞ。羽も増えたし。さっきなんか変な、全部で1000匹のね、もらったしな。本日はこの辺で終わりますか。やったー。頑張れた。スポニオンの数。こんなまとめてくれるんだったら白も紫も。出してくれちゃうよ。意外と紫似てんだよな。あ、いっぱい回収しました。もう生き残りは多分余裕だ。いいね。これ難しいにしたらどうだったんだろう。もっと難しい。何が難しいんだろう。日にち経つのが早いのか。こんなに余裕あるけどな。よし。探索14日目終わりました。めっちゃ増えたよ。ほら、めっちゃ増えた。もう、全部増えてる。うん。よかった。今日の日誌を見るか。これまで様々なメモを残してくれたホコタテ星人。このメモの作者だと思われるキャプテンオリマーという人物から、ついにコンタクトがあった。どうやら厳選生物に襲われ危険な状態らしい。彼の身にもしものことがあったらワープドライブ機の手がかりがなくなる。早く助けに行かなければ。あいつはね、ルーイなんだよな。俺は知ってるんだけど。間違っちゃってる。まあ、しょうがないか。知らないから。今日はでもね、この辺にして、また次回続きやっていきたいと思います。ありがとうございました。